こんばんは、ゲームやわです。この番組では、毎回いろいろなテーマで、ゲーム内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介していきます。原則、毎月1日、15日の更新で、時々不定期で動画を更新する場合もあります。今回は視聴者の皆さんにご協力いただいた、アンケート企画です。ゲームファンが選んだ、リメイクしてほしい名作ゲームトップ20。それでは前編に引き続き、後編の動画では、10位から1位の発表です。動画の最後では、わずかな差で、トップ20に届かなかった、時点のゲームも発表いたします。リメイクしてほしいゲーム、第10位はこちら。ワンダープロジェクト J シリーズ。作られたばかりの機械人間の少年や少女に、人間としての所作を教えつつ、世界に生じている様々な問題を解決に導く、育成型シミュレーションゲーム。画面を直接クリックすることで、主人公の行動を導くというシステムです。例えば、画面上のボールをクリックすると、主人公がボールに関心を示すといった感じです。良い行いをした時には褒め、悪い行いをした時には叱ることで、彼らは人間社会における振る舞いを、少しずつ学んでいきます。シリーズ第1作目では、人間と機械人間の、対立と共存がテーマの一つになっていました。成長を遂げていく主人公の姿に元気づけられつつも、時にほろりとさせられるような、素敵な展開が待ち受けていました。表情豊かなアニメーションも、本作の大きな魅力の一つ。本作ディレクターの平野文鳥さんが、近年シリーズ続編の開発を実現すべく、各所に働きかけを行っていたようですが、残念ながら実現には至らなかったとのことです。本作は、言葉で簡潔に魅力を伝えるのが、割合難しいタイプのゲームですので、未プレイの方には、ぜひ一度手に取ってみてほしいと言いたいところです。しかし、現状は実機以外では、2作いずれも、プレイする術がありません。だからこそ、リメイクや移植などで、その魅力に触れられる機会が増えればいいなと思います。本作の魅力に触れる人が増えれば、後継作の開発の道も開けるかもしれません。続きまして第9位はこちら。スーパーファミコンソフト、ファイアーエムブレム、聖戦の系譜。もちろん、ファイアーエムブレムシリーズとして登場している方もおりましたが、聖戦の系譜と、名指しで登場している方が、今回は圧倒的に多かったです。人気シミュレーション RPG シリーズの、第4作目にあたるゲームです。前作から戦いの舞台を一新し、シリーズの新境地とも言うべきタイトルでした。物語は、親子に世代をまたぐ、壮大な二部構成となっています。サブタイトルが示唆しているように、国家間の戦争が、物語の中心に据えられています。ゲームシステムの面でも、様々なアイデアが新たに導入されました。剣は斧に強く、斧は槍に強く、槍は剣に強いという、いわゆる三仕組システムが初めて導入されたタイトルでした。武器ごとの熟練度や、恋愛結婚システムなど、他にも様々な新要素が盛り込まれています。かねてよりネット上では、リメイクの要望の声が根強く上がっていたタイトルです。任天堂は、スーパーマリオ RPG や、ゼルダの伝説の神虎や夢を見る島など、往年の人気作を、リメイクしてきた事例もあります。従って本作のリメイクも、十分可能性はあるのではないでしょうか。オリジナルは、現在スイッチオンラインでプレイ可能です。続きまして第8位はこちら。デビルサマナー、クズノハライドーシリーズ。女神転生シリーズの派生作品、デビルサマナーシリーズの中でも、大正時代の帝都東京を舞台に、クズノハライドーが活躍するゲームです。悪魔召喚師ことデビルサマナーが、人間社会にはびこる悪魔を退治する物語。悪魔を成敗するために悪魔を刺激する。まさに、毒を持って毒を制すといった内容です。本作の特徴の一つは、悪魔は、戦いに参加させることができるだけでなく、フィールド探索や情報収集でも、悪魔の能力を活かせるという点にありました。NPC の、心の中の本心を知ることができる独身術など、ゲーム攻略に紐づく、多種多様な能力が豊富に用意されています。大正時代を描いた、和洋折衷の独特の世界観や、クールでニヒルな雰囲気の漂う主人公も、本作が人気を集める要因の一つです。失踪事件を捜査するなど、探偵アドベンチャー的な側面もあります。本作開発の中心メンバーの一人は、悪魔絵師でおなじみの金子和真さんです。
今年か猫さんが、アトラスからコロプラに移籍したことが発表されました。この中心人物の移籍は、リメイク実現の可能性に、どれくらい影響を与えるのか。アトラスが行ったアンケート企画、リメイク希望作品ランキングでも、当シリーズは、第5位にランクインしていました。ぜひリメイクの実現を期待したいものです。続きまして第7位はこちら。プレイステーションソフト、高機動幻想、ガンパレードマーチ。地球と人類を脅かす、謎の生命体と戦う王シミュレーションと、学園を舞台に、仲間たちとの関係性を育む、シミュレーションを融合させた移植作。基本的には、日々鍛錬を積み重ねながら、主人公の能力強化を図りつつ、謎の生命体から、地球を守るゲームですが、必ずしも、それだけに囚われる必要はなく、とても自由度の高いゲームです。主人公の学園生活そのものが、ゲームになっているという側面もあり、女の子との恋愛に夢中になる人もいれば、趣味に没頭する人もいるなど、プレイスタイルは、人によって実に様々です。また、本作の大きな特徴の一つは、学園のクラスメイトをはじめとした各 NPC が、AI で自律的に行動している点にありました。NPC とコミュニケーションを取るたびに、愛情評価や友情評価というパラメータが変化し、各 NPC の主人公に対する態度に少しずつ影響を及ぼしていくというシステムです。場合によっては、NPC がストーカーまがいの行動を取るようになったりもします。こうしたシステムを採用した理由は、本作を手掛けた柴村優里さんが、もともと AI の研究に携わっていたからだそうです。今回のアンケートで、本作のリメイクを熱望している方の中には、AI が発達した今なら、どんなゲームになるだろうと、期待を寄せている方もいました。本作は、今だからこそ、リメイクする価値のあるタイトルと言えるのかもしれません。続いて第6位はこちら。ワイルドアームズシリーズ。アークザラットや、ポポロクロイス物語と並んで、プレイステーションの、3大 RPG とも評されたタイトルです。SF と西部劇がミックスされた、独自の世界観が大きな特徴の一つ。シリーズ生みの親は、金子明文さんです。現在、シリーズの継続は途絶えていますが、その後も金子さんは、新作 RPG の開発を、何度もソニーに頼んでいたそうです。しかし、新作は売れるかどうかわからないので、ソニーは及び腰だったとのことでした。そうした経緯もあって、現在金子さんは、クラウドファンディングで集めた資金で、ワイルドアームズの精神的後継作、アームドファンタジアの開発に取り組んでいます。もしかしたら、アームドファンタジアが商用的に成功すれば、ワイルドアームズの新たな展開について、ソニーが考えを改めてくれるかもしれません。続きまして第5位はこちら。スーパーファミコンソフト、天地創造。聖書の創世記をモチーフとした、主人公が世界の創造を担う物語。アクトレイザーも、プレイヤーが神様となって、世界をクリエイトするゲームでしたが、本作も、生命の誕生と、人類の文明の進歩を、神様的な視点で誘う、アクション RPG です。本作もまた、言葉で端的に魅力を伝えるのが、正直とても難しいタイプのゲームです。世界や生命を創造する物語と言われても、いまいちピンとこない方も多いと思うからです。未プレイの方には、ぜひ一度遊んでみてほしいと言いたいところですが、現在は、スーファミの実機でしかプレイできないというのが現状です。開発を手掛けたのは、戦術した、アクトレイザーなどで知られるクインテッド社。残念ながらクインテッド社は、2000年頃に倒産してしまいました。天地創造は、通称クインテッド三部作の一つで、三部作の二作目にあたるガイア幻想記も、今回のアンケートで32位につけていました。本作は、アクトレイザーと同様、エニックスが販売元ですので、現在はスクウェアエニックスが、作品の権利を有していると思われます。実際、スクエニのサイトには、天地創造の紹介ページが設けられています。2021年に、アクトレイザーのリメイクが発売されたことから、天地創造のリメイクも、決して可能性がないわけではないと思います。ファンの熱意は、いつか誰かの元に届くかもしれません。続きまして第4位はこちら。アークザラットシリーズ。プレイステーション黎明期を支えた、ソニー発売による人気 RPG シリーズです。今回のアンケートでは、アークザラット1と2を望む声が特に多かったです。
関係者の話によると、もともと1と2は、一つのゲームとして構想されていたそうです。したがって、もしリメイクが実現するのであれば、スーファミ版ドラクエ1、2のように、1と2を、一つのタイトルにするのも、選択肢の一つではないかと思います。王道ファンタジー路線のストーリーや、魅力的なキャラクターに加え、優れたゲームシステムの面も含め、名作 RPG と誉れ高いタイトルです。各シリーズ作のオリジナルは、PS3 のアーカイブでプレイ可能ですが、PS5 のクラシックカタログには、まだ追加されていないようです。ファンのためにも、せめて現行機で遊べる環境を作ってほしいものです。ここからは、いよいよトップ3の発表です。第3位はこちら。プレイステーションソフト、ペルソナ2、罪と罰。ペルソナシリーズの第2弾の本作は、罪と罰の2部作となりました。1999年に罪が発売され、その翌年に、続編の罰が発売されています。主人公たち高校生が、仮面の裏側にある、本当の自分と対峙する物語。初代ペルソナのサブタイトル、Be Your Blue Mind、あなたの本当の心。本当の自分と向き合う行為は、時に痛みを伴いますが、であるがゆえに、本作の物語には、人の心を揺さぶる力がありました。そして、噂が現実になるという設定が、本作の大きな特徴の一つです。この流される噂によって、物語の行方が大きく左右されることになりました。当初、ペルソナ2のリメイクは、絶望的ではないかという見方もありました。それは、罪のゲーム終盤に、ナチスドイツやヒトラーが登場していたからです。実際、このタブーに触れてしまったことにより、海外における罪の発売は自粛となり、続編の罰だけが発売されるという、奇妙な状況に陥っていました。ところが、2012年に、PSP からリメイクが発売されます。ヒトラーは、ヒューラーという名前に改名され、グラフィックも、グラサンをかけたものに修正されました。ちなみに海外では、フォールアウトなどで知られる、ベセスダソフトワークスによる、ボルフェンシュタインという、ナチスを題材とした、FPS のゲームが発売されています。ドイツでは、ハーケンクロイツの使用が、法律で禁止されているため、18歳未満は、販売禁止の指定を受けているそうです。しかし、ドイツも含め、発売禁止にはなっていないようです。それどころか、長らくシリーズ化され、数多くのタイトルが発売されていました。ペルソナ2も、別にナチスやヒトラーを来賛しているわけではないので、そのまま普通に発売しても、特に問題はないと私は思います。いずれにしても、過去に一度リメイクされていることから、それを阻む障害は、特にないと思われます。また、アトラスが行ったアンケート企画、リメイク希望作品ランキングでは、ペルソナ2は、ペルソナ3と同数の1位に輝いていました。ペルソナ3は、今年リメイクされましたので、同じく1位の本作も、当然リメイクされる可能性はあるはずです。それでは第2位はこちら。スーパーファミコンソフト、クロノトリガー。ドラクエの堀井雄二さん、FF の坂口博信さん、ドラゴンボールの鳥山明さんによる、ドリームプロジェクト。三田康則さんが、初めて作曲を手掛けたゲームでもありました。世界を滅ぼす元凶を打倒すべく、主人公クロノたちが、5つの時代を股にかけて戦う、タイムトラベルを題材とした、SF ファンタジー。キービジュアルを前面に打ち出す、巧みなプロモーション戦略により、発売前から大いに話題となり、日本国内で200万本の大ヒットとなりました。2019年に行われた、ファミ通の読者アンケート企画、平成最高のゲームで1位に輝いたことも、まだ記憶に新しいところです。これだけの歴史に残る名作ですので、当然リメイクを望む声も多いです。本作でディレクターを務めた、スクエニの北瀬義則さんが、今年春のアメリカのネット配信番組で、本作のリメイクについて言及したそうです。オリジナルをそのまま移植したものや、グラフィックをリマスターしたもの、FF7 リメイクのような豪華なスケールでのリメイクまで、実現は可能だという話でした。もちろん北瀬さんは、クロノトリガーのリメイクを作るとは明言していませんが、作ろうと思えば作れるよと言っているのだと思われます。少なくとも、大人の事情など、実現に向け、障害となる要因はなさそうです。本作は、海外でも根強い人気を誇る作品ですので、個人的には、十分可能性はあると思っています。
オリジナルのドット絵の味わいを重視するのであれば、ドラクエ3のように、HD2D でリメイクするという選択肢もあると思います。もちろんドラクエ11のように、フル 3D のアニメーションで、鳥山明さんの世界観を、存分に表現するという選択肢もあります。それでは、いよいよ第1位の発表です。第1位はこちら。プレイステーションソフト、ゼノギアス。現在もゼノブレードとして続いている、いわゆるゼノシリーズの起源となる作品で、ディレクターと脚本を手掛けたのは、当時スクエア所属の高橋哲也さんでした。公式ゲームジャンルは、新世代サイバネティック RPG。記憶を失っている主人公フェイが、旅の途中で出会った仲間たちと共に、それぞれの存在意義と居場所を探し求め、戦乱の世を生き抜く物語です。物語のテーマは、人間はどこから来て、何をなし、どこに向かっているのか。高橋さんによる、脚本とセリフ回しがとにかく秀逸で、記憶に残る数多くの名セリフが、今も多くのファンの心に残っていると思います。各ロケーションは、フル 3D で構築され、LR ボタンで画面を回転することもできました。当時としては、次世代型の RPG とも言うべき作品でした。キャラクター自身による、通常の戦闘に加え、ギアと呼ばれる人型ロボットに登場し、戦いを繰り広げるパートも設けられていました。本作が100万本売れていれば、スクエアで続編が作られていたという説もあります。しかし、販売本数は約90万本だったため、高橋さんたちの願いは叶わなかったようです。そして、高橋さんをはじめ、ゼノギアスを手掛けたスタッフは、スクエアを退社し、モノリスソフトを設立して、そこで新たなゼノシリーズを展開することになりました。リメイク実現の可能性については、今回のアンケートのコメントを見る限り、ファンの方々の間でも、難しいと感じている方が多いようです。それはやはり、生みの親とも言うべき高橋さんが、スクエアを離れているからです。また、本作をリメイクする上で、最大のネックとなるのが、おそらくディスク2の内容です。ディスク2の内容の大半は、ストーリーのテキストを読み進めるというものでした。ロケーション探索や、ダンジョン攻略の類は、全く用意されていませんでした。後のインタビューによると、開発の遅れによる苦渋の決断だった模様です。したがって本作オリジナルは、未完成作とも言えるのかもしれません。もしリメイクされるのであれば、当然ファンの間では、ディスク2の内容を、本来の構想通りに、作り直してほしいと望む声も多いです。そうなるとなおさら、脚本を手掛けた、高橋さんをはじめ、オリジナルスタッフ抜きでは、完全版とも言うべきリメイクを完成させるのは、なかなか困難な状況なのかもしれません。ただ一つだけ言えるのは、この作品には、やり残したことがあるのではないでしょうか。いろいろな意味で、高橋さんたちの運命を変えたこの作品は、今も多くのファンの心に息づいています。それでは最後に、わずかな差で、トップ20に届かなかった、次点のゲームを発表いたします。ロマンシングサガ3、サイレン、新桃太郎伝説、ドラクエ9、リンダキューブ、バハムートラグーン、サガフロンティア2、ドラクエ6、ガイア幻想記、新女神転生、FF8、パラサイトイブ、伝説のオーガバトル、ポポロクロイス物語、ドラッグオンドラグーン、マザーシリーズ、FF6、女神転生2、グランディア、サモンナイトシリーズなどです。今回アンケートにご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。ゲームや和の活動を応援してくださるという方は、ぜひ他の動画もご覧いただければ幸いです。今回の関連動画のリンクを、動画概要欄に貼っております。次回のゲームや和は、来週あたりの更新を予定しています。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。おやすみなさい。